私ちょっと恥ずかしいなと思ったのは、はい、今発売中の正論に、うん、ロバート・エルドジッチさんっていう沖縄米軍の司令やってた方が論文を書いているんですけれども、その日本人って本当に忘れやすくて、確か尖閣諸島を守るためにって言って石原都知事の時に10億ぐらい集まったのにそれどうなってるのっていうこともあるんですけれども、何にも具体的な方策をしてなくて、でエルドジッチさんがアメリカ人であるにもかかわらず大丈夫か日本人はと、で尖閣を守るための方策とか質問を50個ぐらい書いて、閣僚からまあ官邸から全部日本の政治家に質問状を出したのに、答えが一つも誰一人として自分に答えをくれなかったっていうことを書いてるんですけれども、で非常に彼のその戦略を見ると、あ、こういうことできるよ、こういう手打てるよなって随分あるんですね。なんでやらなかったので、どうしてアメリカ人にここまで言われても日本政府は動いてこないのかとか、すごいこう日本人としてね恥ずかしくなった部分もありますけれども、ちょっとまあ忘れっぽいんですよ。で北朝鮮の核開発についてももう慣れっこになってしまって、ミサイルが飛んでもああまたかで、それよりもなんかスピードの不倫だの、もうどうでもいいことでもメディア松井さんなので、メディアがこう北のね核開発を直視して、じゃあ核武装どうする、核の議論すらまだ未だにできない空気が醸成されていて、一体どこまで自国自分の生命安全保障を含めてどうしてここまでこう盲昧な形にこう日本人が置かれているのかって、まあやっぱりメディアの責任が大きいなと思うんですけれども、まあちょっと提言したかったです。はい、いかがでしょうか。いや、そのメディアの責任でこっち振られるとね、元新聞記者だからそれ何とも言い難いんだけど、まあまさに本当にその通りでね、ものを書く記者がね、なんで目覚めてくんないのかっていうのは、やっぱりまあ私が出た産経新聞ではもうそれを継ぐ人がかなり出てね、やっぱり浴びる類なんていうのは結構、うん、いいところ行ってるし、その後を継ぐどういう視線でどういう立場で語るかっていうことをもうわきまえてるのが増えてきてるね。そういう意味ではよその者を知らないけれど、まあよその者は知ってるけれど、少なくともまだやっぱり産経っていうのは見どころがある。でやっぱり知らせる、自分たちが知ってることを知らせるっていう本来の新聞記者のね、その形っていうものを思い出してもらいたい。特にその特派員、これは僕なんか社会部から直に行って、そのフルブライトじゃないから、みんな大体特派員で出るのは大体フルブライト上がりだし、でフルブライトの方も心得てて、新聞記者はもう優先的にフルブライト枠を与えて飼いならすわけだね。かつてカルタゴをやっつけたね、ローマがやったのはカルタゴ そのこれから の為政者になるものを全部ローマに、その人質っていう格好でその若いものを入れてローマナイズして送り返してたわけよね。カルタゴのやり方と全く同じなんだけど、全くフルブライト付けになって、あんた記者が日本に戻って特派員で出て、そしたらもうその国、例えば英語を話す人がいるともう感激しちゃうね、それだけでね。こっちは英語をよく喋れなかったから、もう適当に尊敬するとこまで行かなかったから、まあ、帰ってよかったね。今のスピードラーニングなってやってるけど全く必要ない。もうこんな立派な日本語を持ってて、日本語で論文も書ける国なんだから、とにかく特派員がやっぱり自分はどこの国の民なのかっていうことを理解してね、フルブライトからまずお前らが目覚めよう、お前らが目覚めて初めてやっぱりね日本の、そうでないとさ、日本人って世界のことあんまり知らないわけだ。だから僕は毎週毎週まあ週刊新潮書いてるけど、あれもやっぱり海外に出て そこで見たことっていうのはもう大いなる参考になってるしね、まあ、それは大高さんも同じだし、もちろん大使も同じだ。だからやっぱり外から見た日本っていうのはよく見えてくるんですよね。それをやっぱり
あの特派員がね理解して、うん、でまあ彼らには尺だろうけどやっぱり産経新聞見習えよ少しはね、うん、って言うとまあ真口さんいかんって、まあ産経もいかんって言うけど今日はね、まあ、だいぶ手が辛くね、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 何よりマジ愛の無知です。まあ、でもその点あの外務省にいらっしゃった馬淵さんはあのこういうそのご質問の付き合い方っていうなれると どういういやこれはね非常にあの重要な問題提起なんですけどね、結局その今まで言われてきたのはね、はい、その隣国も含めて そういうその与えられた状況の下で日本がどう対応するかという問題提起が多かったんですよ。はい、するとねもうここでもう負けてるんですね。あつまりあこれあのそのなんていうか専門用語っていうのか列位戦っていうんですけども、もう最初から列位にあるわけですよね。はいはい、でこういう状況の下でじゃあ日本はどう対応しますかって言ったらもうそこで負けてる。だから列位戦じゃなくて優位戦に行くと、つまり日本からつまりこのこう打ち出ていくっていうんですかね。はいはい、そういうことだと思うんですよ。でというのはね今そのチャンスがあるっていうのはせっかくトランプがね、その俺はアメリカファーストでやるからお前らは自国ファーストでやれと言ってくれてる。ところが日本でね今残念ながらねあのさっきの大高さんの話でそうだけど誰も日本ファースト考えてないんですよ。悪乗りしたあのなんとかさん小池さんが都民ファーストなんてバカなこと言ってね、はい、丸パクリですもんねトランプ都民ファーストでない、うん、そんな意味じゃないんですよ ね、あの日本ファーストというのは、そうするとジャパンファーストをどうやるかっていうことです、でこれはもう一言で言えば自立っていうことなんですね。日本が自立して日本の国民のための利益を考えるというそういう政治でなきゃいけないわけですね。でそれに対してね先ほど例に挙げられたエルドリッジさんに対する答えが来ないということはね誰も日本ファースト考えてないんですよ本当に今の日本の政治家。まあ私は安倍さんはそれを考えておられてやろうとされているんだと思いますけども、で結局日本ファーストをやろうとすれば東京裁判士官を打破しなきゃいけない、とそこに行くわけです、だからまずね私は我々も含めてやることは靖国神社に参拝するんです。そこから始まると思う日本の自立っていうのはね、そこから始まるんだろうと、具体的に言えばそこから始まればね隣国変わらざるを得ないんです。隣国の反日態度をね変えようとしても変わらない。しかし日本が変わればね、彼らは日本に対する付き合い方っていうものをね変えざるを得ない。だからそれが優位戦なんですね。だから中国が文句言わないように韓国にいい顔ができるようにやろうと思うともう劣位戦だからもう負けてるわけですね。だから優位戦でやると、だから堂々とね上から下までっていうのは下っていうのはおかしいけど、みんなまず靖国に参拝してね、堂々と我々の生き方はこれだっていうことでね、何か文句あるのと言えばいいんです。彼ら何も言えないんですよ。戦地進めればやっぱそこですよね。結局そこに行くんです、そうですよね、他人がにどうするかじゃなくて自分がどうするかですよね。我々がどうしたいのか、我々をどうしたいのか我々自身が、そこが重要なんでしょうね。はい。